地震の影響で大きな被害が出ている中避難所にもなっている能登空港から中継ですははい、はい、えー、こちら、能登空港ではすでに今月二十四日までのすべての便の欠航が決まっていますえただ、駐車場にはいまだに多くの車が残っている状態ですというのもこの場所は地震直後から避難所として利用されていて車などで二百人ほどが避難をしていました ただその多くの車が燃料があまり残っていない状態でしたここから金沢市内まではかなり渋滞していることもあり避難している人は帰りたくても帰れないと話していました空港からは1日数本のチャーターバスが出ているんですが皆さん、泣く泣く車を諦めてこの場所に置いてバスで市街地へ戻っていったということです。 現在こちららののの空港は避難所のほか、かか市ななどから市街地地へと向かう人の休憩地点にもなっています。道中、断水している場所もかなりありましてこの場所にトイレに立ち寄ってそして水が流れているということに感激している人もいました今後、能登空港は自衛隊などの支援物資を運ぶ拠点になるということです。